ドラクエモンスターズ3の PV がですね、任天堂ダイレクトで公開されたんですが、海外バージョンの存在をね、皆さんご存知でしょうか。海外版の PV の方が情報がね、盛りだくさんだったので、ちょっとね、気になる点をご紹介していこうかなと思います。まずはですね、ドラゴンクエストモンスターズ3の現在までにね、分かってる情報などをご紹介していきたいなと思います。タイトルなんですが、ドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅です。なんとですね、発売日も決定しています。発売日は2023年12月の1日です。これすごいですよね。なんか発表されるとは思ってなかったのが一つですよ。で、発表されても発売日までが言われることはないと思ったんです。発表はないじゃないですか。ないと思ってたんですけども、それがあったこと。そしてですね、なんとその発売日が年内っていうのがちょっと本当驚いたというか、まあ嬉しいですよね。じゃあなぜドラクエの日に公開されなかったのかってちょっと思ったと思うんですよ。僕めちゃくちゃ思ったんですよ。これね、理由があって、まあ勝手に僕が思ってるんですけど、ドラクエの日ももちろんね注目されるですけども、あの日ね、僕ね任天堂ダイレクトリアルタイムで見てたんですよね。なんかマリオの新作が出るとか、まあね、ティアキン、ゼルダの新作のなんかがダウンロードコンテンツがとか言われてたんで、まあ、それもあるし、僕はねドラケ3の HD2D の情報が出るかなと思って、ちょっとそれ楽しみに見てたんですけど、でこれが出たんですよ。でなぜこの情報を、まあ、ドラケの日は出さなかったかなって思うと、僕の考えだと、あの日ねリアルタイムで見てたんですけど、さっきも言ったんですけど、80万人が見てたんですよ。80万人、すごくないですか。俺びっくりしたんです。最初40万人ぐらいだと思うんですけど、待機だけでも。最後の方、まあ、マリオの新作出るとか言われてたんで、それでも80万人が見てるってすごいじゃないですか。なので、まあ、ドラクエの日ももちろん注目浴びますけども、やっぱここを狙ってきたっていうのは、やっぱそれだけね80万人が見てるので、まあ、リアルタイムで見てるので、まあ、ちょっと話題性と考えたら、まあ、こっちを取ったのかなと思いました。気になる点なんですが、魔族の王子ピサロがですね、モンスターを仲間にしながら冒険するっていうストーリーは間違いないんですよ。で、出てきたのがピサロのね、幼少期の話になるのか、幼少期の頃になんかあって、その後青年の時が出てきた、それがメインになるのかな。で、ドラクエ4のなんか冒頭が出てくるんですよ。焼かれた町の、なので、まあ青年の頃からあそこまでのなんかが分かるのか、まあ、そのドラケ4の物語をもしかしたらちょっと少しそのドラケ4の勇者と一緒になんかやるのかなみたいな感じなのかなとも思いました。でですね、まあ、エルフの少女が出てきますが、ロザリーでした。これちょっとね驚きましたよね。まあ、ここら辺はですね皆さんがご存知だと思うので、ここからですね海外版の方がですね情報が盛りだくさんだったので、ちょっとね気になる点をご紹介していきます。ここからはですね、その海外版のちょっと情報をですね、ちょっとまとめていきたいなと思います。でですね、後ろにちょっと流していると思うんで、そちら見てください。でですね、今回の作品は、まあ、世界同時発売ということで、まあ、海外版のね、まあ、PV というものが作られてるみたいです。で、日本語の版と全然違うんです、内容が。なんでこんな違うのかな、ちょっとびっくりしたんですけど、で情報もね結構ね盛りだくさんなので、ちょっとね話していきましょう。でですね、冒頭なんですけども、なんかペレスに襲われるなんか人々がいるんですよ。でなんかねちょっとびっくりしたんですけど、なんか日本語版だとなんか人間を滅ぼすぞみたいな感じのところから始まるんですよ。始まったじゃないですか、日本語版なんですけど、なんかね村人がなんかこうやられてるシーンがちょっと出てきて、ちょっと死んでるのかわからないんですけど、でもこの世界の至るところなんちゃらかんちゃらみたいな感じだったんですよね。ただなんか風景がちょっとこうバーっていろいろ出てきて、でなんかね、なんだろう、ドラケ天皇なんかね、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、なんかこのなんかこうケーキの国みたいな、ケーキの国、ごめん今出てこない、なんかあるんですよ。ドラケ天オフラインでやったら出てくると思うんですけど、なんかドーナツがあるようなところね、ピンクのなんかそんな感じのところが出てきたりとか、なんかいろんな感じのところが出てくるんですよ。モンスターがちょっとうろついてるような大地があったりとか出てくるんですよ。でちょっとこれ見る限り、なんかドラクエ10のオンラインっぽいなってちょっと思ったんですね。ちょっとね、あんな感じかなと思って、ペレスの感じとかなんかイベントシーンが あんな感じかななんて思って、あ懐かしいななんて思って見てたら、まあね赤い影とかですね、あ暴れコンマインドとかなんかちょっといろいろ出てきますと。でその後にですね、ここからなんですよ。今回の衝撃の事実というと、ここからなんですよ。ピサロの父なのかな、魔王とね、なんかこうなんか喋ってるシーンみたいなのがあるんですよ。で何を言ってるかというと、私に刃を向ける気かみたいなことを言ってる、なんか幼少期の頃とおぼしきピサロの後ろ姿と、奥の方にね
奥の方に多分これ私にって言ってるから、これ父親なんだよね。ピサロの父親の話なんて出たことあるのかな。なんか小説版とかね、ドラケテとかいろんなのがあっていろんなところで語られるんですよ。なのでちょっともしかしたらあるかもしれないですけど、僕ちょっと知らないんですけど、これ初出なのかな。魔王だから父親っぽいんだよね。でこの後になんかね、謎のね、なんか力でこうグッ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 って拘束されるシーンがあって、でこれがねやっとね分かったんですよ。でなんかこう飛ばされるんですよ、トラトに。で今回日本語版でもそうなんで分かってるんですけども、なんか復讐の物語っていうのがねテーマみたいなんですよ。でその人間に対する復讐もあるみたいなんだけど、なんか父親に対する復讐の物語っぽいんだよね。で今回このね海外のやつで分かったことが一個あります。皆さん思いませんでした？ピサロって剣士なのになんでお前戦わねえんだよってちょっと思ったと思うんですよ。これ初めて見た時にね、モンスターズ3がピサロ主人公でわーってすげーって思った反面、お前剣士だったらお前戦えよって多分みんな思ったと思うんですよ、結構の人が。だからどういうことなのかなって、今までのってイルルカとか、まあ、テリワンとかって明らか必死な子供たちがいて、なも、まあ、動物や、まあ、モンスターに好かれてるとか、まあ、なんかあるんだろうけど、で行けみたいなね、某ポケなんちゃらもんみたいなもんじゃないですか。ねほぼ言っちゃったけどだと思ったんですけど、今回ピサロじゃないですか。で PV でも剣を持ってるシーンとか出てくったりするから、これなんだろうなって思ってたんですけど、ここでね分かったことがあります。海外版で攻撃ができないんですよ。でその、魔王の声でですね、お前は呪われてると、モンスターを攻撃することはできないっていうのを言ってるみたいなんですよ。要はねこれ海外なんで、ここで分かったんですよ。攻撃ができないからモンスターを使ってっていうのがここで判明した。僕のなんで剣士なんだよって疑問がですね、これで晴れるということで、ここら辺を設定なんでかな、どうやって落としていくんだろうなと思ったんですけど、なんとあと呪いの力で自分で戦えないから、どうもまあ、モンスターを操って戦うっていうことになるっぽいね。だからそういうことだね。でその後になんかちょっとなんか体当たりしてくるやつがいた後に出てきました、謎のねモンスター爺さん謎のモンスター爺さんが出てきまして、ちょっとモンスターでかいなということで、でかいなと思ったんですが、多分この人が多分このピサロの主人公、師匠なんだろうね。多分なんかいい人なんだと思う、俺の予想だと。師匠で最初はなんかこううるせえみたいな感じなんだけど、ちょっと教えてて、最後ありがとうございましたみたいな、クソお世話になりましたみたいな感じ的な感じなのかなと。で旅立っていくんでしょ多分ね。憎しみは何も生まんぞピサロみたいな、じゃない、わかんないけど、そんな感じだと思います。でですね、その後にスカウトのまあいろんなのが流れてきて、モンスターマスター目指すみたいな感じなんでしょう。ちょっとよくわからないんですけど、そこら辺は。ただバトルロードが出てくるので、まあモンスターマスターね目指しましょうっていう感じなんだよね。でいろんなの出てくるんですよ。全体攻撃使ってきたりとかいろいろあるんですが、最後ねよくわからないのが、なんか眠ってる画像のがいっぱい出てくるんですよ、いろんなモンスターが。なんでこのなんだろう、可愛いっていうところをアピールしたかったのかな。そう、眠り攻撃した後に攻撃したら倍撃入るとか、そういう伏線なのかな、もしかしたら、分かんないけど、これなんで眠るシーンが今度出てくるか、多分これ可愛いからだなのかと思うんだけど。でそんな感じで最後にの方にはですね、ピサロナイトが出て、まあいいですよね、このキャラいいですよね。で、まあ、またアンドレアルとか出てきて、まあドラケ4のねボスでしたと。で終わるかなと思いきや、またこれはですね日本語版と一緒で、最後にですね燃える村が出てきて、タチックス、まあ、ドラクエ4の勇者ということで、やっぱこれはね同じなので、これが共闘して一緒に戦うことになるのか、対峙するのか。でまあドラクエ4の最初のこの村が焼かれるシーンが出てくること間違いないんですよ。で幼少期からだから、ここまでの物語も間違いないんですよ。なのでドラクエ4の本編あるでしょ、がどこら辺までこう一緒に行くのか。でエビリプリストだっけ、なんかあいつ裏切り者だっけ、ロザリーをなんかしたやついるじゃん。であれがなんかやっぱ結構裏ボス、あボスになるのかな、なんかちょっと思ったりするんですけども、この勇者とのこの何があるのか、どこまで行くのかっていうのがね、
ちょっとね、まあロザリーヒルズとか日本語版には出てきてるので、まあ、そこら辺もちょっと気になるなと思うし、とにかくこの海外版で分かったのはピサロの父親がいるんじゃないか疑惑が出てきたわけですよね。出てきましたと。でなぜ剣士なのにお前なんで自分で戦わないんだよっていうねツッコミが多分あったと思うんですけど、それはまあ呪いがあったんでってことで、ここはスムーズに良かったです。ここなんか変な感じだとお前剣士だろみたいな感じだったじゃないですか。だからここら辺はちょっといい感じ、いい感じに落としたん、落としどころじゃなと思うんですけど。でまあ父親の復讐ということで、こう父親が誰なのか最後分かるかも。まあ普通に考えたらラスボスはこの父親なんだろうなということで、まあ出生の秘密がまあ分かったりとか、いろんなねドラケン4で謎だった部分がもしかしたら明かされるのかなと思うようなですね、面白い PV でした。ということでまあドラケモンスターズの日みたいなのがあるので、またそこでまたちょっと追加情報あると思いますけど、とにかくね今年中に出るということで楽しみに待ちたいなと思います。でですね、またなんかちょっと新しいね気になった情報とかあったらまた動画にしますんで、その時は皆さん見てください。ということで今回はこの辺で終わります。よろしくはチャンネル登録高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。